株式会社スマイラルはトップパートナーズ参加の IP 企画事業会社。カルチュアコンビニエンスクラブの連結グループ会社で映像、出版、音楽事業を取り扱うカルチュアエンタテインメントの連結子会社。2002年12月4日、株式会社トップマーシャルとして設立。映像ソフトバラエティグッズアニメ関連グッズの制作、調達及び販売やスカパー。 CH609 の大人専用エンターテイメント、刺激ストロングチャンネルへの番組供給事業、ストーリーキャラクター表現の総合誌、機関 S 及び SS などを展開している。2015年10月に、日本出版販売とカルチュア・コンビニエンス・クラブが、トップマーシャルの事業をサポートするための合弁会社、株式会社 MPD パートナーズを設立した。 2016年に株式、会社アース,スターエンターテイメントからアニメ事業を移管し、コンテンツレーベル、スマイラルを設立した。株式会社アーススターエンターテイメントと株式会社、スマイラルは、共にトップパートナーズ参加の兄弟会社である。2019年4月にトップパートナーズグループの兄弟会社にあたる、株式会社メディアサプライパートナーズの吸収合併を行う。 2021年4月1日に成人向け雑貨、グッズの製造、販売業及び成人向け映像作品の調達、供給事業の事業を新設された株式会社トップマーシャルへ九州分割により承継した。2021年4月に株式会社復ッ .com から機関 S 及びスモール S に関する事業を九州分割により承継した。 2021年4月2日に称号を株式会社スマイラルに変更したスマイラルアニメーションなどの名称を使用しているスマイラルピクチャーズの名称を使用している自社ブランドであるスマイラルアニメーションの作品を含むキャラクターグッズの開発及び発売を行っている2015年クレイジージャパンをテーマとしたグッズブランドミリオンガールズプロジェクトを開始する エナージードリンク、同定力や、陶器玩具、フィギュアンなどのグッズが展開されていたが、2018年7月時点で、公式通販サイトでの商品取り扱いが終了しており、以降も新製品は発表されていない。2016年にコンテンツレーベル、スマイラルが設立されて、以降は、主にスマイラルグッズとして、商品展開が行われている。 2017年11月より発売された、ペッタリワッペンはアイロン接着とシール調布の二通りの方法により装着が可能な刺繍シールワッペンで、第一弾のペッタリワッペンタイガーバニー、ザライジングマイナスがアニメートガールズフェスティバル2017にて発表されて、以降、名探偵、コナン、おそ松さん、ガールズパンツァー最終章など、 多数の人気アニメーション作品とタイアップを続けている。ありがとうございます。